どうみなさんこちら VTuber のチアリプレジャーデルマデルマの嘘デルマさん一泊置きました一泊置きましたはい、はい、ということで本日のあ、ピックボスやーいピックボスカンカンビッグボスなんて突っ込まないこと冷たいな12月18日発売オラ編第4弾、はい、ザ・キング・オブ・ジ・エンド発売直前ということでですね、1週間この新カード情報をね毎日出してきたんですけど、はい、今日がラストですかね。おっ、わー、もう早いもんですね。情報ビークとしては情報ビークとしてはラストだ、これからまたどんどん出てきます。まだまだ情報ありますけども、はい、一旦情報ビークとしてはラストでございます。はい、ね、気になる方は今のうちにぜひチャンネル登録お願いします。これまだこれが見てね、見てないやつもね、見てないやつは魚持ってみてください。見てください。はい、お願いします。はい、ということで本日紹介するカードは何でしょう。はい、あ、もういいですか。おー、いきますよ。いいですか。こいつです。ディルノスデスフェニスター。うわー、確かに次回予告のところで誰か忘れちゃいないかいと。そう、誰か忘れちゃいないかい。あたいを忘れちゃないかい。あたいじゃなかったと思ってるね。おかえりー。はい、ということで今日はねこちらについて詳しく見ていきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。いやー、はい、ということで早速細かく見ていきたいと思います。はい、まずはね、名前、能力などなど教えてください。はい、ディタノス、デスフェニスター。はい、誰と誰でしょう。名前のままでしょ、これは。ギガンディタノスと、これデスフェニックスですね。そうなんですよ。おー、ギガンディタノスがね、ついにスター進化として戻ってまいりましたから。うん、あれですよね、はい、メテオシャワーとかはちょっと一足先にね。そう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 、三段構え、ね、三段構え出てきました、うん、出てきましたけども、ディタノスもね、ついに満を持して登場でございます。ジャイアントドラゴン、フェニックス・レックスターズというね。フェニックス恵まれてるか恵まれてるか、もう分からないですはい、まあでもドラゴンついてます。菅野大長ですね。まあ、で闇自然です、うん、でスター進化クリーチャーでスター進化、うん、でダブルブレイカー、うん、で能力結構ねちょっと変わってまして、相手のターン中に相手がカードを自身のシールドゾーンに置くとき代わりにマナゾーンに置くと。おお、だからシールド置けないよってことなんです。進化できない。おお、ギャラクシールドはダメだ。うおい、エクストライフも、エクストライフもダメなんだ。ついエクストライフ封じと、なんと力をスター進化を得てしまいました。すごいぞこれは。なかなかの逸材なんですよ。はいはい、でしかもそれだけじゃございません。このカードがバトルゾーンから墓地に置かれた時、相手は自身の手札を全て捨てると。デスフィニューズにもね手札解効果を持っておりまして、いいすげえな。ほっとくとエクストライフできないからすんげえ邪魔なんだけど、うん、破壊したら破壊したで手札が捨てられちゃうっていう、うん、なかなか厄介な1枚で、しかも5マナで結構で取り回しパワーも十分1万ですよ。なるほど、うん、ということでかなり使いやすいスター進化になったんじゃないかなと思います。でも正直忘れたでしょ。じゃあ忘れてないよ。忘れてない。だってほら動画出したじゃないですか、あのメテオシャワーとか、うん、はい、コメント欄にいっぱい書いてあったもん、ディタノスはって。だからよく覚えてますね。お待たせしました。お待たせしましたねえ、ギガンディタノス、はい、ペインティスリアンって書いてあるね。そうですね、あれになってね、可愛い女の子になってデスフェニスターになって帰ってきた。そう、うん、何があったかその間に一旦ねデスフェニックスもね、あのやっぱり超重要キャラクターですから、ね、うん、確かに、はい、スター進化ですね。ワンモンスターどうしますか。スター進化でございます。お互い待たすかなんつって、待たすかなんつってこれ僕個人的にはあれですね、うん、あのフェニックスついてるじゃないですか。あ、そうですね。フェニックスってあのなんだかんだついてるといろんなところに使われるイメージというか、まあそうですね、ユニバースゲートとか。そうそう、結構フェニックスってやっぱり特殊な種族なんで、うんうん、特別な使い方が割とあるんですけど、あるんで、うん、突然急にあれこんなところにみたいなこともあります。ね、ですからね、うん、ちょっと種族大好きなんでね、お前お前ってなる、お前ってなる時はありますね、うん、フェニックス的じゃなかったのか、いやお前もフェニックスかこれまでにこう紹介されてるカードの中でリスペクター結構多かったと思うんですけど、そのカードたちとの関係性とか。そう、リスペクターめちゃめちゃ強く出れるわけですね。天敵ですよ、ね、天敵だって。エクストライフできない普通のクリーチャーでもう。そうじゃ、エクストライフしたいってこいつ状況ってテクト破壊なんです。そうですね、例えばこのね、あのこれ初日に紹介させていただきますね、はいはい、覚醒連携ダブルクロス DD データとかは、うん、エクストライフ消費して強いことするっていうカードだったんですけど、ディダノスデスエスがそもそもエクストライフできないんで、うん、させないのか。させないんですよ。うわ、結構これきついよ。きつい。しかも5マナだから軽いっすよ。軽、なかなかこれは厄介な1枚。結構よく見かけるんじゃないかなこれね。いや、リスペクターが嫌な人には、確かに、スター進化リスペクター勝ちたい人にはおすすめの1枚。リスペクター対策ですね、完全に。はい、さすが大長老。はい、はい、
ということでですね、新カードウィークはねここまでになるんですけども、まだまだね発売までに新しい情報がバンバン出てくるので、皆さんぜひぜひチャンネル登録しておいてください、はいはい、お願いします。前回までの動画とかもまだ見てない方はぜひ見てください、ぜひチェックしてください。発売まで1週間、はい、ね、早いもんですね、楽しみ。来週1週間もでもね、はい、バシバシ対戦とかね、はい、ありますね、皆さんもぜひそっちもチェックしてください。チェックしてください、はい、12月18日か、いやー楽しみだな、もうすぐだね、もういくつ寝るとこだな、本当だよ、1年早いわ、正月寝るとこだな、正月前のビッグベターで、皆様ね、ご覧第4弾ザ・キング・オブ・ジ・エンドよろしくお願いします。はい、はい、というわけでこの動画面白いと思った方はチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。はい、そしてコミュニティ投稿の方にはアンケートなど様々ありますので、ぜひチェックしてみてください。はい、ということで本日の動画はここまで、また次回の動画でお会いいたしましょう。それではジェンマさん、バイバーイ。